次に示しますのは、支持エネルギーが1日1400キロカロリーの方を対象にした場合の食べ方です。ご飯は茶碗に1杯食べる。牛肉は3分の2、豆腐は2分の1食べる。卵ときしめんは残す。他は全部食べる。疲れ気味の方へ。外食の中では、野菜が取れる、数少ないメニューの一つです。 各種のビタミンが豊富で特にビタミン B1 と C は1日に必要な量の3分の1以上取ることができます総エネルギーは高いものの上手に食べ残せば栄養バランスが取れるメニューです内容的には牛肉が 100g200kcal と焼き豆腐が4分の1丁ほど入っており卵を足すとタンパク質の量が多すぎますそのため卵を減らして調節します なお、きしめんは主食と同じ糖質源となる食品ですから、食べる場合はご飯一1杯弱となります。